皆さんこんにちは。千葉市の導きアロマサロン&スクールプルメリアの笠野麻里です。本日はコロナウイルスによる経済的危機的な状況について、どのように打開策を見出したらいいのかというよりも、私は専門的な知識がないので、この経済的な危機の状況にどのような意味があって、そして新しい可能性が生まれるのかについて、なるべく希望に満ちたメッセージをお伝えしていければなと思っています。なぜこのような発信をしたのかというと、非常に有名な本田健さんをご存知でしょうか。ベストセラー作家で、例えばユダヤ人大富豪の教えとか、20代にするべき17のこととか、確かそんなタイトルだったと思うんですけども、ハイペースでたくさんの本を出されていて、それもベストセラーなんですよね。でさらに、もう講演会とかセミナーとか非常に大人気で、私も何度も行かせていただきました。しかしその本田健さんが非常に恐ろしいことを YouTube でお話ししていたんですね。これから始まるであろう世界的な危機的な経済的、もしくは金融の崩壊、それから食料品などいろいろなものですね、備えなければいけないという話もしていました。ただし一方、この機会をチャンスと捉えて、家族や大切な人との絆を育てたり、また自分自身の生き方を見直す時期にしても、ピンチやチャンスなのではないかというお話もされていました。では、この経済的危機的な状況を、ピンチをチャンスに変えるためのリーディングをご紹介しますね。実はですね、私自身をリーディングしても、お客様をリーディングした時にも、こんなに大アルカナカードが出ることってめったにないんです。大アルカナカードは非常に主要なカードで、運命の流れが大きく変わるときに出てくるカードなんですね。例えば悪い狼とかラプンツェルというカードが出てくると、ちょっと怖いなって感じるようなカードなんですけども、そういったおどろおどろしいカードも出ていないんですよね。意外と希望に満ちたメッセージなんです。では一枚一枚を見ていきましょう。まずはですね、こちらをご覧ください。これは1枚目ですね。過去から現在と言った方が良いでしょうか。ヘンゼルとグレーテルのカードです。これはお兄ちゃんと妹が手をつないでいる様子なんですけども、初期段階の女性性と男性性の統合を表しています。私たちは過去の2160年間は男性性の時代と言われていて、競争原理主義の社会とも言われていました。しかしその時代は終焉を迎えつつあって、今度は女性性の時代がまた再び巡ってくると言われています。実はですね、過去にキリスト教が布教する前は女性性の時代もあったんですね。例えば平和な縄文時代、それから古代エジプトも女性の地位が高かったそうです。しかしですね、やはりこう男性社会にキリスト教をが布教するのと同時にこう変わってしまったんですけども、やはりこう競争したりとか、誰かが潤って誰かがひもじい思いをしてとか、そういった時代はもう終わりを迎えてるんですね。なのでこれからまた女性性の時代も復活してきて、なおかつ今まで続けてきた男性性の時代と統合、仲良くしましょうということが現れています。では次ですね、2枚目のカードは切り札のカードとも言われています。現在どのように改革していったらいいのかというようなカードなんですけども、非常にポジティブなカードなんですね。これはオズの魔法使いのカードなんです。ザ・イエロー・ブリック・ロード、黄色のレンガ道
のカードです。これは通常のタロットでは19番の太陽を表しています。ということで輝かしい未来が待っているよというカードなんです。なので経済的危機的な状況の中に明るい未来があるみたいなんですね。では次です。ウィザード、魔法使いのカードになります。ウィザードは死が現れるというような内容なんですけども、私たちの準備が整った時に何か経済的なことだったり新しい生き方のモデルを誰かが指し示すかもしれないチャンスが来ています。私自身はもしかしたら宇宙人とか地底人がコンタクト取ってくるのかななんて思うんですけども、もしかしたらそれは先の時代かもしれませんね。でもきっと今までにないタイプのリーダーが現れるのかもしれません。では次ですね。状況の根底にあるものなんですけども、なんと今まで葛藤していったものが統合していくというカードなんですね。まあ、今国境が封鎖されたりとか、まあ、お家の外にも出られないという状況があるんですけども、やっぱりこう国と国ではなくって、その国境を越えてみんなでつながろうっていうような動きがこれから起きてくるのかなという感じがしますね。では次のカード、過去6ヶ月間に起こったことです。これはナインオブワンズです。で、この女の子は実はまだ行ったことのない美しい噴水のあるお庭に行きたいけども、ちょっと行くの怖いなって躊躇してる、だけどもすごく行ってみたいと覗いてるんですね。これは私たちが新しい世界に行くための準備ができたことを表しています。数字の9は全ての数字を含み完了したことになります。また新しい10というまた桁違いのところに行くっていうのはステージが上がる兆しなんですね。では次になります。今後6ヶ月間ですね。これは8オブクリスタルです。もともとクリスタルのカードは物質化のカードなんです。で、この女の子8の字を描いています。これフィギュアスケート図形を描くという意味なんですけども、こういった技術って熟練が必要なんですよね。なので私たちは新しい経済スタイルに対して練習をしていたり考え方を変えていくのに慣れていく必要があるんだそうです。しかし8という数字は横にするとインフィニティのマークになりますね。なので物質的豊かさももたらされていきます。あ、失礼しました。ちょっとカードの意味先にお伝えするの忘れてしまったんですけども、こちらハイヤーセルフのメッセージですね。これは裸の王様のカードです。数字で言うと4、4という数字は土台を作っていくんです。なので新しい何か経済的なシステムだったり、またお金にとって変わるものが何かこう基盤を作られていくような兆しがあります。そしてこれは一般的には自分自身を表しているカードになるんですけども、経済的な影響を受けている私たちと見ることができるでしょう。5 of hearts、これは見た通りにこうハートを癒しているカードですよね。でも希望の星も見えてるし、亀さんとかも慰めに来てくれてますよね。なのでしっかりこの恐れの感情に向き合っていきましょうというカードになります。そして次のカードなんですけども、これは私たちの希望と恐れを表しています。マザーグースのカードは卵のカードなんですけども、これからイースターもありますよね。何か新しいものが生まれる、クリエイティブなことが起こっているよというカードなんです。では次のカードですね、これは20番のカードになるんですけども、3匹の子豚です。狼が子豚を狙っています。しかしですね、この狼結構小さく描かれています。狼は恐れの象徴なんです。そして太陽がこうふーっと吹いてますよね。なので
私たちの恐れは小さくなっていくよという兆しもあります。でこのカードに出た位置なんですけども、一般的には人間関係を表してるんですね。もしかしたらこのカードの意味で言うと、私たち対経済とかお金っていう見方も見ることができるかもしれません。実はですね、世界中のお金は恐れをベースに回っていたことってご存知ですか？例えば戦争ビジネスとか、一部の人にとっては潤うけども、他の人たちには多大な犠牲を生んでたんですね。なので、この恐れをベースにしていたお金のあり方が変わっていく可能性も示しています。そして最後になります。これが最終結果のカードです。乱す王のカードですね。これは触ったものすべてが黄金に変えられるという魔法の手を手に入れた王様なんですけども、愛する娘を触ってしまったがために黄金に変わってしまったんです。そこで、あ、私の本当に大切なものは黄金ではなく、家族、こういった大切な人々や仲間だったんだということに気づいたんですね。なのでこういった経済的な危機を迎えることによって、あなたが今まで大切だと思っていなかったものに価値観を見出したりとか、人生観が変わるようなほどの価値観が大きく入れ替わるようなチャンスも来ているんです。学校に子どもたちが行けなくなってしまって、お母さんがご飯作ったり働けなくなってしまったり、非常に大変だと思います。また通勤ラッシュとをずらした通勤だったりとか、もしくは在宅ワーク、テレワークをされる方もいらっしゃると思うんですけども、何かこう新しい変化もあって順応するの大変だと思うんですけども、これも何か一つのチャンスかもしれないですね。では皆さん、ここまでいかがでしたでしょうか？意外にポジティブなメッセージでした。ぜひ皆さんも辛いことの中に含まれている愛や豊かさ、そして感謝を十分に感じながら、今後の数ヶ月を乗り切っていきましょう。私たちは大震災も越えられましたので、きっとこの危機的状況も越えることもできます。そしてですね、実は今後日本人が世界をリードしていくというようなことをスピリチュアルリーダーの方が結構お話しされています。私たち日本人にはヤップ遺伝子というものがあるみたいで、それはこう本当にこう調和して人を大切にしていく、縄文人の男性が持っていた遺伝子なんだそうです。なんだかワクワクしますね。それでは本日は最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。